悩み相談。はい、今回ですね、LINE の方でお悩みいただいたので回答していきたいと思います。今 YouTube をやっています。癒し系のジャンル。で、ヒーリングミュージックが流れるだけなんですが、思ったより集客がなくて、集客できれば、リピート率も上がるかなと。放置型チャンネルを作ろうと思い、どう思いますかと。まあ、これは僕に聞いてきたので僕の回答させていただくならば、僕はおすすめしないですね。まあ、その何がおすすめしないかっていうと、おすすめしない、すいません、ちょっと言葉足らずで申し訳ないですけど、おすすめしないというか、この質問から繰り出す思考がおすすめしないということです。この質問から来る思考がおすすめしないっていうことですね。おすすめしない思考です。別にその放置型のチャンネルを作ろうと思うことも悪いことでもないですし、別にいいんですけれども、要は、まあちょっと見させていただいたんですけど、結局パッションがあんまないんですよ。まあ多分、結論言うと、どっかから持ってきて、やってる。まあそれはもう、なんだろうな、まあパッションもクソもないと思うんですけどね。まあずっとヒーリングの流れるだけなんで、パッションもクソもないとは思うんですけども、だからもしこれでいく、もしね、もしですよ、僕がこれで、もしこのジャンルで、もし僕が YouTube チャンネルを開設してこのジャンルで攻めるとするならば、僕はどういった思考プロセスでこのチャンネルを運用するかっていうと、間違いなく日本一のヒーリングチャンネルです。で、あのビジョンとしては、このチャンネルを通して、なんだろうな、なんか多くの人に癒しを与えたいみたいな感じのコンセプトでやるので、その、なんだろうな、もちろんその音声もそうなんだけども、音声だけではなく、違ったコンテンツ、要は悩みを解消したい、その悩める人たちに癒しを与えたいっていうコンセプトなんで、音楽だけではなく、しっかりとそのニーズに応えるようなコンテンツを提供していきます。で、話を戻すと、このし、なんだろうな、要は提供がないんですよ。なんかまあ放置型悪くはないんですけど、なんかその提供するという気持ちが、すみません、汲み取れなかったっていうことですね。基本的にですよ、インターネットでお金稼ぐっていう上で、もちろんジャンル選定だったりとか、SEO のキーワードだったりとかありますよ。いや、僕も15年見てきてますから、15年見た僕の見解からお伝えすると、ネットで生き残る、ネットでお金を稼ぐ上で、まず大事な本当にベースとしては、やっぱり続けて継続して、そこに情熱を持って、稼げなくてもそこに情熱を持ってやれるかやれないかって結構大事なんですよ。まあそのね、精神論が嫌いな人は本当申し訳ないんですけど、でも僕が15年見てきて、いろんな人見てきましたけど、本当大事です。例えばこれね、じゃあ海外のサイトで、有名なサイト知ってるかもしれないですけど、名前なんだったかな、まあちょっとこの YouTube の下に入れときます。この YouTube の下に、その海外の、まあ、そのフリー音源というかね、その BGM というか、それを、配ってるというか、まあ、すげえ有名なサイトがあるんですよ。めちゃくちゃ有名で、それ結構、そこのところ音源結構使われてるんですけど、そこはパッションがありますね、間違いなく。で、まあ何千万回とか、マックス何億とか回してるやつもあるんですよ。すごいですよ。だからその世界基準で見るならば、そこを目指すぐらいじゃないと難しいかなと思います。だからなんか、本質というかね、なんか大切なところが抜けてるんじゃないかなっていうところです。で、いや、吉谷さん、そういうのじゃないんですよっていう場合は、他にいっぱいいますから、教えてくれてる人は。申し訳ないですけど、僕以外にもネットビジネスを教えてくれてる人いっぱいいますので、その SEO なんちゃらとか、なんかアクセスがどのコーナー集まる、魔法でみたいなね。だから今回僕、あの塾生のモーリーと一緒に YouTube 最速化収益
化プログラムっていうのを有料で販売しますけれども、結局まあその対談とかでも言ってますけど、僕も身近でモーリーのその作業レベルも見たりとかしていますけれども、ちゃんとやってるし、ちゃんと情熱というかね、そこになんか思いがあるわけですよ。だからなんだろうな、まあこれうまく説明できない部分ありますけど、じゃあ僕も思いがあるわけですよ。お金のためにもやってます。だけど思いもあります。ハイブリッドです。僕の場合は。全部思いだけだとボランティアになっちゃいますから、そこはビジネスとして商品も売っていかないと僕飯食えないので、だからビジョン、思いとかその人間のコアなところなんですけど、まあもちろんね、なんだろうな、いや僕はお金に支配されてるんです。僕は、なんやろな、あのお金があったら飯食えるんです、お金を目の前にしたらおかずとして飯食えるんですっていう人にも会ってきたんで、ちょっと一概には言えないですよ。いや吉田さん、お金が僕のモチベーションですと、お金があればお金をおかずにご飯食えますっていう人も見てきたんで、だからこれ一概には言えないんですけど、お金が 100% モチベーションっていう人も世の中にいるんで、なんとも言えない部分ありますけど、なんかそれだと結局お金に支配されてる生き方なんで、僕はあんまおすすめしないんですよ。お金ってただの紙切れじゃないですか。でもそうは言ってもお金稼ぐことは大事ですよ。ただ紙切れなんですよ、単純に。そこに僕たちは支配されてるんですよ。だからお金からの支配、呪縛に早くこの抜けた方が僕は楽しい人生が送れると思うんですね。ね、紙切れに、たった紙切れに呪縛なんか支配されてるんですよ。やばないですか。紙切れですよ。吹けば消えるっていう。今なんか電子マネーでもう数字しか流れないじゃないですか。その数字に支配されてるんですよ。だから早くある程度のやっぱあのお金っていうのは稼いでやっぱ自分のなんだろうな、やりたいこととか、自分のライフスタイルですよね。自分の生き方、自分のライフスタイルを見つけるべきです。でその、ライフスタイルをネットでこう稼ぐ、ネットで実現する、そして僕から教わりたいっていうことだったら、僕の教え方はそんな感じです。この思考だと、僕はうまくいかないんじゃないかなと思います。僕はね、僕はです。はいはい、なんかパッションを感じないですね。はい、すげえ根性、あの申し訳ないですけど、僕はその世界レベル見てるんで、この系はその世界レベルとやっぱ比較するとやっぱ劣るところがありますので、その世界基準をちょっと見てみてください。世界基準で、そこは多分これ拾ってきてると思うんですけど、多分そこはね、僕英語読めないんでよくわかんないんですけど、多分そこは作ってるんですよ、オリジナル楽曲で。多分、まあ、英語読めないんで申し訳ないですけど、多分作ってます。どっかからパクってきてまとめてるんじゃなくて、しっかり作り込んでます、多分。多分これ自分で作曲とか作曲とかしたわけじゃないですよね、これ。すみません、もし自分で作曲してたんだったら申し訳ないですけど、どっかからのフリー音源引っ張ってきてやってるんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。作曲してたら申し訳ないですけど、なんかそれぐらいなんかパッション、オリジナル性というか、なんかそういうのが、ライバルも多いですし、こっち系はね、こっち系はライバル多いですから、差別化して、なんでこの気持ちが重要かっていうと、この気持ちがないと差別化無理なんですよ。ただフリー音源拾ってきてパクってきて、昔は行けた時ありますよ、それライバル少ないんで。昔 YouTube 出始めたの頃は、 YouTube 出始めたの頃なんかはもう違法アップロードだらけでしたから、テレビ番組バンバン違法にアップロードするだけでも稼げた時代もあるわけですよ。それはもう過去の話であって、今はちゃいますから。だから今稼いでいく、今からやっていく、今から稼いでいくんだったら、それぐらいの熱量がないと難しいかなと思います。僕は本数でこなしてます。じゃあ本数で言うと100万本アップロードしたろうぐらいの熱量があるんですよ、僕は。もう一度言いますね、僕本数バカバカアップして、あいつアホじゃねえって言われるかもしれないですけど、僕は100万本アップロードしてやろうと思ってるんですよ。この100万本っていうのはだいぶ世界基準です。今日本でトップが40万本なんですよ。これはバンダイチャンネルなんですけど、だから日本のトップも僕は知ってるんですよ。本数は日本のトップどれぐらいアップロードしてるのか、40万本です。バンダイチャンネル。で、そのバンダイチャンネルはいろんな人のゲームのなんか投稿を、その投稿者から募ってなんかアップロードして自動でなんかやってるっぽいんで、ちょっとそこには勝てねえなと思うんですけど、ただ、100万本みたいな。いけるかどうかわかんないけど、100万本みたいな基準値があるんで。でも100万本はもし自力でこういう感じの動画でね、100万本をこう自撮りでね、100万本アップしたら、多分もう人生上がりだなと思うんですよね。
多分世界基準で多分異例だと思うんで多分だから本も出せると思ってるんですよ。YouTube に100万本動画をアップロードした男みたいな面白いじゃないですか、ネタ的にどうなったのみたいな。だそういうね、まあちょっと根性論的な話になってる部分あって申し訳ないんですけど、まあでもこのままだと他との差別化もあんまないですし、難しいかなと思いますね。だから今回そのモーリーの、最速化収益プログラムのやつに関しても、なんやろな、ちゃんとやらないとダメですし、ちゃんと分析しないといけないし、ちゃんとやらないと無理なんですよ。でなんで結果9本で、なんで9本でね、一発目のね、僕びっくりしたんですけど、一番最初にアップロードした動画が90万回今回してるんですけど、やばないですか YouTube でおそれすごいなって。でもいろいろ聞くと、もう徹底的なやっぱ分析ですよね。徹底的に分析してるんですよ。なんか努力は裏切ります。努力は裏切るんですけど、努力なくして努力は裏切りますだけど、努力なくして、そうは言っても努力なくして結果を出すことはできないです。モーリーもじゃあその90万回回した一発目で当てた、それも努力なくして、リサーチなくして、徹底的な研究なくして、それはないんですよ。まあそんな感じで、一回ちょっと世界基準を見ていただけるといいんじゃないかなと。まあ何億回回してますか、すごいんで。まあ多分知ってると思いますけどね、多分。はい。ということで、いただいた悩みに対して一言でまとめると、まあこの思考プロセスがあまり良くないんじゃないかなっていうところでございますね。はい。はい、ということで、回答させていただきました。ありがとうございます。